はい、ボーイズ&ビールズ TV、今日はですね、またすごい車に乗ってますけれども、じゃあお名前どうぞ。小野健太郎と申します。通称小野健さん、よろしくお願いします。いいですか、小野健さんで。小野健で。小野健ちゃんで。はい、今日はこちら車は何でしょうか。はい、トヨタのセリカ、2代目セリカになります。2代目セリカです。これね、やっぱり1代目がまあだるまって言うんでしたっけ。だるまですね。初代と3代目、4代目の辺はめっちゃ人気だけど、そう、これはもうね、隠れた、全然人気なかったって話は聞いてます。これいつ買ったんでしたっけ。これちょうど1年前ぐらいですかね。2022年の3月、ほんと1年ぐらいです。横浜のパシフィコ横浜でやった旧車のイベント、旧車のイベント横浜、はい、があって、それにちょっと遊びに行って、全然車買いに行くつもりはなかったんですけど、この車があって、おう、これだと。ほう、もうこれ、見たことなかったんですけど、はい、もう車やべえぞってなって、ね、なんでそれでちょっと購入したって形になります。すごいです。それ1979年式79年ですね。79年式2代目セリカですよね。 ST っていうグレードは何なんですかね。 ST、 なんか GT モデルと ST モデルがあって、はい、なんかその GT の下、ちょっとスポーティーだけど、あのエンジンが優しくなってるみたいな。なるほどね。どうですか、1年間乗ってみて。もう最高の一言で、ね、あの実はあの前にも取材したあのシティカブリオレの小野小太くんはあなたの弟さんですよね。ああ、そうですね。シティ乗ってるのは弟で、2人で持って変な車に乗って、最高です。もうごはっとなことしてしまったらしいじゃないですか。ごはっとは、ごはっとじゃないけど、まあ、まあまあそうですね、あの記録が全部残ってて、まあ、あ、そう、素晴らしい。オーナーさんの、はいはいはい、また住所、初代オーナーさんの住所が載ってて、はい、それどこですか、場所。甲府、山梨県。おお、甲府で、Google Earth で、うん、調べてみたら、はい、同じ名字だったんですよ、その住所が。おお、40年前と。はい、ほんで同じ住所の人が同じ名字だったんで、うわ、これちょっとワンチャン、ワンチャンだと思って、はい、まあ、特に甲府に行く予定なかったんですけど、はい、甲府に予定を作って、あ、他にも用事があった、作った、作ったんですよ、はいはい、で、あの書いてある住所行ったら、行っちゃった、はい、行きました。同じ名字だったんですよ、はいはいはい、だったらもうピンポンしました。ピンポンダッシュして、そしたらピンポンしたら出てきて、おじいちゃんが、ちょっと腰曲がったおじいちゃんが出てきて、はい、うん、セリカ乗ってましてって話をして、はい、てか普通に家の前に泊まってて、まあそうでしょう、おお、俺のセリカじゃねえかみたいな。まあでも、まあやっちゃいけないことかもしれないけど、まあいい話ですよね。まあ結果論すごい喜んでくれて、なるほど、なんかそのどっかどこ行ったか分かんなくなっちゃったらしくて、その本人、ああそうなんだ、ちょっと追跡したい気持ちはなきにしもあらずだったんですね。なんか飲んで、お前が乗ってんのかみたいな感じで、結構おばあちゃんも家から出てきてくれて、おばあちゃんも娘の送迎で使ってたらしくて、おばあちゃんもマニュアル車乗ってた、乗ったらしくて、これマニュアル車です、マニュアル車乗ってて、なんか結果なんか、うわ久しぶりだわみたいな感じで、なんか本当に娘帰ってきたみたいな、車が、あの家に。すごくないですか、結構いい話で、はい、っていうのがちょっとありました。やっぱそのオーナーさんが本当にめちゃくちゃ丁寧に乗ってた、まあその記録も残ってるのもそうですし、まあ、聞く話、30年間も全部雨で一度も乗ったことないし、なんかもうずっとガレージの中に乗んないときは、あの、入れたって話聞いて、それはもう、俺は大切なのが嫌やっていう、箱入り息子、箱入り娘、相当すごいですよね。いや、本当にもう、その方のおかげで、このコンディションが維持されてるんで、塗装の美しさに、もう全員が感嘆しましたけど、雨の日、乗ってますよね。あの納車日、雨でした。ははは、そっか、大雨。そっか、なんかいろんな撮影とかに使われてるらしいじゃないですか、この車。そうそう、あのご縁あって、結構友人とか先輩でそういった撮影とかやって、あのカメラマンさんとかいたりするんで、その際に使ってもらってます。え、なんかあれ映画とか MV とかそういうことですか。ミュージックビデオとか、あと雑誌の撮影とかっていうところで、いや結構喜んでもらえるのがやっぱ嬉しくて、そのやっぱ当日も売っていくと、あ、知らない、その車も知らない人たちもやっぱ多いんで。そうですよね、うわこれやばいっすねみたいな。なるほど、分かりやすく、まあ、クラシックカーっぽいっちゃクラシックカーっぽいし、なんか独特の国産感もあって、そうなんですよ、なんかその頑張って乗る感、乗るってなるとちょっとストレスっていうか、はいはい、なんだろう、その
普段から乗れるっていうところはもう車買う上では絶対必要だったんです、自分の場合は。じゃあまあもう普段乗りから長距離も行けて、そんな、そしていろんなところで撮影にも登場して、もうめちゃくちゃ大活躍じゃないですか。いや、もう友達も増えましたし、ここでスカスさんもそうですよね、おかげで出会ってますし、ありがとうございます。本当に小野兄弟にいろいろお世話になっちゃって確かにそうですよね、めちゃくちゃ広がりましたね。あ、本当ですか。なんかこの車と出会えて、その車に乗る以外のもの、その友人増えたりとか、それってところとかなんかすごいいい話でした。いや、それはね、なんかなかなかできないですよね。車でこんなに僕も人脈広がるって、友達も増えて、なんか内装とかもこれカセットデッキでしょ。カセットデッキは使えない。これはちょっと壊れてて。壊れてる。他はラジオは聞ける。ラジオは AM 聞けます。 AM は聞ける。 FM はもうそもそもない。で、今日は見てびっくりしたんですけど、なんかカセットデッキ積んでますよね。でかいラジカセってんですか。ちょっと AM だけはちょっと厳しいんで、はい、なんかそう Bluetooth 積もうと思ったんですけど、はい、今のね Bluetooth のあれ積んでも、せっかくこの車乗ってるし、あーちっちゃい、なんか今の JBL とか BOSE とかじゃなくて、どうせだったら、あのバカでかい、いやあれめちゃくちゃいいっすよ。ドライブっていうか、なんか乗りてえなって時に、まあそれ天気の日とか、うんうん、サンルーフがね、そうっすね、手動のサンルーフがとかは最高の、特に当てもなく1時間半ぐらい首都高乗ったりとか。まあじゃあ結局、まあ、実用的でもあるけども、うん、結構趣味でこう楽しみで乗ったりするっていうのは結構大きい、そういう時間がだいぶいいんで。なるほど。音楽かけながらいいですね。すっかり走っていると夜になってしまったボーイズ&ウィルズ TV でございますので、今日はこれぐらいにして終わりにしたいと思います。それではさよなら。小野圭君が家に近いので送ってもらいます。バイバイ。ありがとうございました。